ケンシロウ頑張ったけどね、28人山本君はどうですかね、ケンシロウの先行はそうですね、
いやでもね、ケンシロウ君もケンタも中村ラウと山内美香聞いて破って上がってきて、もうすごいことやから、これ自信となってほしいですよね、これがね、本当にね。さあ、それではこちらも面白い戦いです。普段は仲良しなんですけどね、ここはびっちり勝負つけていただきましょう。出場したやつだけかかってこい、全然捨てろ。まずは目黒の先行、近いよ、アキラ。さあ、メイプロの先行得点はどうぞ。8点。8点ですね。はい。後追いの得点、左の得点はどうぞ。9点です。9点。お、左は1点、アドバンテージということで。あの、振り出しの角度も同時一緒で。ですよね。で、引き際もきちっと引いて、距離も引いて。さあ、入れ替えまして、平島先行、目黒が後ポイント。さあ、お客さんもすごい盛り上がっております。すごい感じでお話していくことになってます。先行は先行、後追いは後追い。さあ、いきます。平島明選手、先行の得点はどうぞ。悩んでおります。どうなった、大きい声で言いなさい。7点、はい、OK です。さあ、16点ですね、でもね。はい、目黒選手の後追いの得点は8点です。8点ということは16対16、皆さん盛り上がってください。サロンでーす。さあ、皆さんこれね、テロの恐怖ってあるんですけどね、タイヤがほとんどなくなっております。しかも、ゼロは、各メーカートップカテゴリーのタイヤの使用は禁止されております。セカンドモデルからの、使用となっております。アドバン、ネオバであれば、S ドライブ、ネオバは使用禁止となっております。まあ、各自で、ね、どのタイヤを履いているかはちょっと今の時点ではわからないんですけども、よくね、リーガーとかで、リーガーとかで使うトップモデルではなく、セカンドモデルで今日は皆さん勝負しております。その上、この走ってどうなんですか？腕ですよね。いや、腕です。これは腕ですよね。さあ、取り直し、メイの先行、そしてそれを追う北島、またまたピタピタ、さあ、そのピタピタ。さあ、取り直し、ネームの成功、そしてそれを追う光は、まだまだピカピカ、さあ、それも見えるのか。
得点は7.5 7.5、平島選手、あとはの得点は9.5来ました。あのジャンプやっぱり。ジャンプは、あんなところでジャンプするんですよね。初めて見るよね。さあ、平島選手、ビタビタプラスジャンプで 9.5 という凄まじい点数を、中村さん、ジャンプ点数と同点数を叩き出してきました。さあ、入れ替えまして、入れ替えまして、これはまあ、大変なのもあるでしょうね。大変なのね、商品もあると思います。さあ、それでも、ちょっと聞かせてます。井川島明選手の先行の得点は7点。目黒選手の後追いの得点は2点。というわけで決勝進出は平島明選手。2点、2点、さあ、平島明選手、前まで止めようと、多分タイヤだと思うけど、タイヤよね、今のね。モンさん、あの去年のボードでやられたっけ。